できる言霊お届けしますよ。冷たい視線、冷たい空気に感じる冷気あるんですよね。こういうことって別にさ、冷たい視線や冷たい空気の中にいることはないんじゃないんですか。あまり気持ちのいいもんじゃないし、居心地は良くはないですよね。多分きっと良くない冷気が漂ってるんですよね。できれば少し離れてね、その方がいいんじゃないですかね。人間というのはね、面白いもんで、穏やかなぬくもりって言いますよね。夏でも冬でも関係なく人のぬくもりっていうじゃないですか。暖かい方が合うんですよね。そりゃそうだ。ゆっくり温まって、ああ暖かいなっていう方が、冷たい視線の中で、ああ冷えるな、なんだかきついな、なんだろう、それじゃあ寂しいものな。冷たい視線は避けて、冷たい空気のないところへ行って穏やかに暮らすのもいいのかもしれませんよね。人生、いいことも悪いこともその日のうちに成仏させて、新しい一日を楽しみましょうね。それじゃあまた明日。冷たい視線、冷たい空気に感じる冷気あるんですよね。こういうことって。それじゃあまた、いつかこの場所で。赤い斑点着せましょうか。こんな変だな、いるんだろ、おい。